はい、どうもこんにちは、バシとミクです。はい、さあ本日紹介するのはこちら。じゃーん。ついこの間魂ネーション、東京の方でね、ちょっと限定販売してたんで買ってきました。ネクセチスタイルハイニューガンダム、なんて言ったっけ、東京リミテッドバージョンですね。はい、そちらの方でしか売ってない限定のハイニューガンダムになります。はい、カラーリングがちょっとメタリックカラーというような感じになってて少しかっこいいんですよね。本日こちらの方レビューしてみたいと思います。はい、バシアとミクチャンネル。はい、ではですね、早速見ていきたいんですけども、ちょっと久しぶりのガンダムシリーズになりますね。僕もすごい久しぶりになります。久しぶりにユニコーンのクリアファイル引っ張ってきました。はい、はい、では外箱の方から見ていきましょう。通常のネクセチスタイルの箱とはちょっと違って、黒いすごいなんか大人な感じの箱になってますよね。高級感漂うと言えばいいですかね。で、魂ネーションズ、東京というような感じに書いてあります。横面はこんな感じ、裏面はこんな感じになってます。はい、で裏面にネクセチスタイルハイニューガンダム東京リミテッドバージョンという感じに書いてありますね。はい、面白い。横目はこんな感じ、ネクセチスタイルハイニューガンダム東京リミテッドバージョンって書いてありますね。かっこいいな。はい、上の面と、下の面になります。はい、それ早速開けてみましょう。はい、開けてみると中にはこんな感じに入ってて、いつも通りのネクセチスタイルって感じですね。で、それからウィングとビームサーベル、それからいつも通りネクセチスタイルの、スタンドがついてきます。はい、それでは早速ですね、開けて、細かいところを見た後に、いつも通りポーズつけてみましょうか。はい、はい、ではまずね、武装面から見ていきたいなと思います。はい、まずこちらハイニューガンダムについてくるビームライフルですね。はい、銀色の塗装と、それから、白の造形というような感じになってます。はい、うん、普通のビームライフルだねやっぱり墨入れしない分ちょっと微妙かなと思うところはあるんですけども、造形はやっぱりいつも通りすごく綺麗ですね。うん、ネクセチスタイル造形はすごくいいからね。はい、そしてこちらシールドになります。シールドは、メタリックパープルみたいな感じの塗装でされてて、すごくキラキラ光っててかっこいいですよね。うん、ちゃんとマークも入ってて、で裏面はこんな感じ、裏面はやっぱり、造形のみなんですけども、塗装というか墨入れすれば結構いい感じになるじゃないかと思います。はい、でこちらがハイニューガンダムにくっついてくる、フィンファンネルですねそれから 羽というかフィンファンネルつけるところの部分ですね。うん、この羽がねかっこいいよね。羽を模してるっていうのがなかなかいい感じ。裏面結構さっぱりしてるんですけども、まあ、この辺はいつも通り、ネクセチされたなってところがしますね。やっぱり取れないですね。うん、取れたらよかったんだけどね、やっぱりがっちりくっついちゃってますね。うん、全然取りやしねえ。はい、でこれがもう一ついついていきます。はい、かっこいいね。そしてこちらが、ハイニューガンダムにくっついてくる青いビームサーベルですね。うん、いつも通りというか、ちゃんと造形は守ってますね。もう片方からもね、ちっちゃいビームサーベル出てくるんだよね、ハイニューガンダムはね。うん、はい、いい感じじゃないかと思います。青いビームサーベルってかっこいいよね。はい、なかなかいないよね、青いビームサーベル。うん、でこちらが、バックパックの、一つですね。うん、後ろに、なんて言ったか忘れちゃったな、これ。ユニコーンガンダムにくっついたやつがついてますね。はい、こちらの方の造形もすごく綺麗ですね。銀色の塗装がなかなかかっこよくて、うん、すごくいい感じ。スラスの部分もいい感じだね。やっぱり造形はすごく綺麗だね。塗装割と頑張ってる方だよね。うん、はい。はい、そしてこちらニューガンダム本体になります。それでは早速ね、見ていきたいなと思います。ハイニューガンダムですねはい、顔の部分の造形がやっぱりいつも通りのネクセチスタイルっていう感じがして、すごいね、鋭角に作られてますよね。鋭いシャープなデザイン、すごくかっこいいなと思います。目の部分も金色の塗装がすごく映えてて、でメタリックパープルの塗装の部分もすごく綺麗。やっぱりかっこいいよね、紫色のガンダムっていうのがいいよね。うん、でメインカメラのところは緑色の塗装があるんですけども、ここの部分もやっぱりメタリックグリーンで塗られてますね。なるほどね。うん、うん、でところどころにある、銀色の塗装ですね、ここの部分割と綺麗に塗装されて結構頑張ってる方だなと思います。はい、角はいつも通りのネクセチスタイルと同じで、肩がグリッと回せて、肘の関節はここまで動きますね。うん、肘もここにこんな感じにガッチンガッチンと動きます。手首も360度回るので、好きなポージングをつけることができて、足はここの部分が軟質パーツでできているので、うん、ここも動きやすいですね。うん、ただちょっとやっぱり
そんなダイナミックに前には出せないかなって感じですね。なんでちょっとポーズをつけるときに動いてくれるのがいいのかなというような感じですね。うん、はい。で、裏面はこんな感じになってます。裏面もいつも通り新しいネクセシスタイルの特徴である背中に穴があるのと、あとここの股の間にも1個穴があるので、好きなところに台座の部分をさせますね。うん、支柱パーツをさせるのがいいんじゃないかなと思います。はい。後ろの部分もパッと見た感じ、まあ、この辺とかね、さすがに塗装はされてないんですけども、肩の部分だとか腕の部分とかはちゃんとバッチリ塗装がされてて、結構頑張ってるなって感じがします。ネクスエッジスタイルイコール塗装が少ないっていうイメージが僕すごく強いんですけども、今回は割と頑張ってる方かなと思います。ただやっぱり頭部の部分のメインはね、メインカメラのところですね、ここの部分が塗装がされてなかったりだとか、あとブレードワンデのところが実は肉抜きされてたと、結構まあコストカットの部分は見れるんですけども、まあ、それでも頑張ってる方じゃないかと思います。かっこいいね。元のニューガンダム持ってないんで比較ができないんですけども、元のニューガンダムは結構青めな塗装でしたね。うん、はい。で、こちらの方をすべて組み立てることによって、じゃーん、はい、これでハイニューガンダム完成ですね。やっぱ羽があるとすごくかっこよくなるね。うん、はい。なんかのゲームでハイニューガンダムすごいお世話になったんだよね。一番強いのがハイニューガンダムだったから。うん、はい。で、フィンファンネルはやっぱり飛ばせないんですけども、まあそれでもいいかなってところはありますね。かっこいいな、フリーダムみたい。はい。後ろ面見てみるとこんな感じ。後ろ見るとやっぱりちょっと残念なウィングになっちゃうんですけども、まあこの辺の部分はしょうがないかなと思います。はい。まあいくらでもね、カバーできるからね。はーい。で、稼働は全然しないですね。あ、若干ここが動くか。ここがちょっと動くので、こんな感じのね、ちょっと収納形態みたいのはできますね。はい。でも基本的には羽は開いてる方がかっこいいから、うん。このままでいいんじゃないかと思います。はい。で、あとは手首パーツも表情パーツが一つついてくるので、ビームサーベルとかをかっこよく構えることができるんじゃないかと思います。はい。では、ある程度は見ましたので、ポージングの方をつけてみたいなと思います。じゃじゃん。はい、まずはですね、ビームライフルとシールド持たせて構えてみました。これだけでもかなり絵になりますよね。素敵、すごいかっこいい。はい。で、構えてて思ったんですけども、シールドに関しましては、ちょっと持ち手というか、オプションがついてきまして、はい、こんなものがついてくるんですけども、ちょっと説明書を読んでみたんだけど、シールドがなんかお菓子の方向につくね。とりあえずそれは使わないでやってみようかなと思います。はい。いや、でもやっぱりフィンファネル動いて欲しかったね。ここまでできるんだとね。はい。そこだけがやっぱりちょっともったいないと思うんですけども、すごくかっこよくできてますね。いやー、一目惚れしちゃったね。やっぱりこれよね。はい。では次、のポーズね、撮ってみようかと思います。はい、続いて、ハイニューガンダムにビームサーベル持たしてみました。ビームサーベルも映えますね。かっこいいな、本当に。表情パーツ、手の表情パーツがついてますので、ビームサーベルでの格闘も、こんな感じでね、かっこよく決めることができますね。うん、ナイチンゲール買っとけばよかったって思いますね。ナイチンゲールもそうですね、こちらの魂ネーションズ東京の方で限定で発売してくれると嬉しいんですけどね。どうなんだろう、なんか考えてるのかな。うん、ちょっと気になるところではありますよね。はい。ちなみになんですけども、魂ネーションズの方で今、ハイニューガンダムが出てるということで、ネクセチサイドの今までのガンダムシリーズが全て、展示されてて、こんな感じにね、かっこよく飾られてます。はい。ここまで並ぶとかなりね、すごいよね。本当に圧倒されますよね。うん、はい。では次のポーズ撮ってみましょう。はい、続いても、ビームサーベルの格闘なんですけども、まあ、切り伏せるというか、切り下ろすような感じでやってみたんですが、こちらもまあ、かっこよくは見えるんですけども、やっぱりちょっと腕が短いというのが、ネクセチスタイルのね、弱点ではあるので、ちょっとね、かっこ悪く見えちゃうんですけど、まあ、これもこれでありなんじゃないかと思います。はい。そこそこかっこいいからいいとしよう。でもやっぱり、ちょっと敵のモビルスーツが欲しいんで、ちょっとクワンタに戦ってもらおうか。じゃじゃん。はい、クワンタとハイニューガンダムで戦わせてみました。クロスオーバー感が出ててね、いいんじゃないかと思います。ガンダムはやっぱりこういうのあるといいよね。面白いよね。はい。いまだにクワンタもそうなんですけども、ダブルオーライザーとかもそうなんですけども、敵のモビルスーツが出てきてないんだよね。リボンズガンダムとかね。そこら辺がちょっと残念かなとは思うんですけども、そうだな、敵としてはハイニューガンダム、敵としてはバンシーとかの方が正しいかもしれないね、もしかしたらね。はい。で、まあこういうのもありなんじゃないかと思います。はい。やっぱかっこいいな。
ネクセチスタイルも結構集めてきたんですけども、やっぱりどれも、いい感じで素敵だなと思います。はい、なんたら昔のものちょっとねリメイクして作ってもいいんじゃないかって思うものもちょっとありますよね。ダブルライザーとかはい、はい、というわけで、魂ネーションズ東京限定バージョンの、ニューガンダムですね。ハイニューガンダム、の紹介でした。やっぱりネクセチスタイルならではの良さ、存分に吐き出し、出した上で、塗装面ですよね。が、メタリックカラーに変わってるっていうのがやっぱり一番良かったかなってところですよね。すごく紫色のカラー、やっぱり映えますよね、ハイニューガンダムは。はい。元のカラーがちょっと水色に近かったっていうのもあるんですけども、やっぱり紫色になるだけでこんなにも違うんですね。僕ガンプラで組むときってカラーリングで結構メタリックカラーを使ったりするんですけども、やっぱりメタリックカラーでかっこいいですよね文句なしでかっこいいので、好きでよく使うんですけども、やっぱりその自分が好きだっていうカラーを使ってくれたっていうのがいいところだったのかなと思います。はい、素敵ですね。やっぱり造形も素晴らしいし、文句なしです。はい、まだちょっと売ってるかどうかわからないんですけども、そうですね。またなんか限定もの出るようであれば、ちょっとレビューしてみたいなと思います。ハイニューガンダム出したのであれば、ナイチンゲールも出してほしいところではありますよね。ナイチンゲールもまだ持ってなかったので、そうですね。まあ、こういった形の再販もいいのかなとは思います。ハイニューガンダム出たの随分前ですもんね。なんで、まあ、こういった形で再販してくるのはちょっと嬉しいかなと思います。ダブルライザーとかね、ぜひともやってほしいところではありますね。トランザムバージョンとかね。はい。あとはリボンズガンダムさえ出てきてくれれば完璧なんだけどね。どうなんでしょうね。はい。まあ、何せまた限定ものとかに出たらね、その都度レビューしていきたいなと思います。久しぶりのガンダム系のレビュー、ちょっと面白かったなと思います。というわけで紹介したのはシート。ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと。パシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。